竹所は、移領島の東約 2.2km に位置する、南北に約 700m の細長い大韓民国の、島。継承北土移領群に属する。かつては、竹所島と呼ばれていた。韓国名が日本との間で、領土問題のある、竹島と同盟であるため混同されやすいが、別の島である。移領島の衛星写真移領島の北東に小さく、 見える島が、竹所竹島は、移領島の付属島の中で最も大きな島である。面積は20万7818平方メートルでその内高地は5万2549平方メートル。最高点の標高は、海抜116メートルである。ヨーロッパの古い海図や地図では、竹所には、ブーソールロックや王さんの故障が記入されている。 島の周囲は断崖絶壁で砂浜などはなく、島の中央は比較的平らで大地上の地形を呈している。大地部分には目だけが群生するほか、芋などの畑が広がる。個人が所有する有人島であり、1993年以降観光地として活用されている。移領島の道道道から観光船で往来することが可能で、 所要時間は片道約20分である。ただし、波が高いときは、出港を見合わせることがある。島に船が接岸した後、乗客は、螺旋状の階段を上がり、島の上部に入る。観光には入場料が必要で、事前に、権利者と交渉し料金を支払うとキャンプもできる。ピクニック場、ヘリポート、釣り場などの整備も計画中である。 芋を吸ったジュースは、竹所名物となっている。島の中央部西側には、展望台があり、ここからは、南は、安住南や、芋道や、北芋岩が見え、北は、観音島、島港、伏せ立ち里や、近くの断崖から流下する小規模な川が複数見える。展望台のそばの北端の階段を上ると、小高い丘があり、山林となっている。竹所には、 水道がないため、雨水を貯めて生活用水としており、飲料水は、移領島本島から持参しなければならない。電気は、小型の風力発電所によって賄われている。島内に、学校はないが、2007年11月から、衛星インターネットが可能となった。18世紀後半以降の朝鮮の古地図にある、宇山島については、それを竹所とみなす見解と、 それとは別に、日本との間で領有権をめぐって、対立のある竹島とみなす見解がある。後者は、大韓民国政府側の主張であるが、日本政府は、前者の見解を支持している。1699年及び1702年の2回に、渡って、移領党を監督していた、移領党探せ打ち館によって制作された、移領党図形には、 その位置関係から竹書に否定される大唄島と観音刀に否定される小唄刀が描かれている。1711年、僕釈章による移領島巡視に関連する移領島図形には移領島の東側に唄三島が描かれるが、そこにはいわゆる三島会長竹田との説明が付されており竹書に否定される。海長竹は目竹のことで、 この島には実際多くの竹が自生している。これについては、岩礁島である、島根県沖ノ島町の竹島には、竹が生える土すらないので、宇山を、独島とする、韓国側の否定は誤りだとの指摘がある。また、宇津領島と竹島イコール独島との間の距離は、約90キロメートルである。朝鮮王朝幹線、日小緑宇つ島中ほどに、 北有三島周回ため二十三里元の文言が、ある十八世紀以降の多くの韓国所在の古地図でも、その位置関係から竹所と否定できる島に、宇三島または、宇山と記載されている。また、韓国の古文書、日小緑には、移領島の北に宇三島があり、周囲は、二三里とあり、この記述からも、宇三島が、竹所であることが確認できる。 1881年に李慶園により制作された移領島街図には、この竹書が竹島として前述の移領島図形と同じ構図で描かれている。これらの移領島総統館が制作した移領島調査地図は4枚確認されており、また探せ打ち館の地図をもとに書かれた移領島の詳細図も二十数枚確認されている。 いずれも南北に長細い形状をしており竹所に否定できる。なお、竹島という古称は日本では古くは、移領島を指していたが、朝鮮においてももともとは、移領島の遺称の一つとされていた。1900年10月25日、大韓帝国の直令第41号によって内島軍が設置され、竹所は、石島と共に内島軍の管轄下とされた。 ありがとうございます。